はい、今回は、AI 竜星戦という、大会がこの前ありまして、その後の、棋譜を紹介したいと思います。これは、日本のディープ全碁対、中国のゼスゲという、ソフトの、決勝戦の碁ですね。はい。じゃあそれではお願いします。ディープ全碁が黒番ですね。もう人間よりは強いと言ってもいいですね、このソフト。はい、本命同士の、決勝戦となりましたね。まあここは結構よく出てくる変化なんですけど、非常に難しくて、まだ決定版っていうのはないですね。コスンなんですよね。他にはこう一間という手も打たれると思います。そうですね、白次では AI がね、こういうつける手を打たれたんですけどね、今回はつぎましたね。今までこういう切りは、こういう感じで、白も打てるだろうという変化ですね。一例としましては、こんな感じになるんでしょうかね。この分かれなら白も満足かなと思いますので、なかなかツケは有力かなと思うんですが、今回はつなぎで打ちましたね。で、こうやって、ここはそうですね、実戦コスんだんです。覗いてからコスんだんですよね。当然なんか頭を出していくものなのかなと思ったんですが、そうではないんですね。コスんでこの切りを見て、これを交換してからどっか打つのかなとか思ったんですが、押しとかね、それからでもコスミとか。でもここは別に封鎖されてもいいという考えなんですね。このコスミは、大事な手で、切られても生きてるから、この切りを、ダメ場っていうか、半減してる手ですよね。黒も、そう、止めるのでは甘いんですかね。こっちとか打たれちゃうんですかね。ツケとか桂馬とか。厳しいものですね、こう。つけて、なんとなくツケの美っていう感じはしますね。単に押しから打ったんですけど、これ打ってから普通はこうなんですけど、これは何が嫌だったんでしょうかね。叩かれるのが嫌なんですかね。こうやって、例えばこう、こっち打つと、こう伸び切られて、こういう変化がいまいちと見たんでしょうかね。まだ出切られるかもしれませんね。ただ実戦もですね、こう切れ、あの叩かれてから切られたんですよね。今度押さえてくれなくて、切りから打たれまして、これもね、2目取られてしまったんですよね。この変化もちょっと辛いので、ちょっとこの部分の折衝は、ちょっとなんとなく黒が辛いかなという感じに思いましたね。ここですね。
まあ、当然桂馬も、あ、コスミとかもいいとこですね。聞いてくれれば多分打ったんでしょうけど、聞かないという感じなんでしょうかね。聞かないでこっち打たれると、まあ、どう打つか分かんないですが、ちょっとカカリとコスミの交換が得されたという感のことなのかもしれません。まあ、こっちも非常にいいとこなんでね。まあ、賭けを許してもという。まあ、賭けてもね、まだ全部地になるわけじゃないので、まあ、こっちの方が普通なんでしょうかね。それからまた入りましてね。まあ、ここはこんなもんかもしれませんね。まあ、一応ね、二間開きのコスミが加わってますので、まあ、こんなもんで、もう少し広げますとね、打ち込みが残りますので、まあ、ここは、三々が流行ってない時でも、三々に入りたい感じですかね。まあ、この、桂馬っていう手は先手を取りたい時に打つ手です。例えばここでこうやってやってますと後手引かれますのでね、まあ、ちょっと面白くないかもしれません。紙取りに回って切りですね。まあいいとこですよね。で、跳ね出しから打ったのが、まあさすがというか、やっぱり厳しいものですね。このぐらいに打てば穏やかなんですけど、まあこれでも悪いとは多分言えないんでしょうけどね、白が。ただやっぱりここの荒らし方が、まあ焦点になります。ここから打ったのが、さすがの手でしたね。一見白も大丈夫かと思うんですが、ちゃんとしのぎを用意されてますね。軽い感じですね。この2目はもう差し上げてもいいという感じです。本体を荒らせば十満足ということで、軽いタッチでいい感じの手ですね。で、こうね、覗いてから、ツケを打ちまして、ここにいろいろ利きがありますので、またツケて、反撃ですね。このツケはやっぱりすごい手で、やっぱりしのぎながら相手の傷を見ている最強のさばきですよね。跳ね出しから打ちたくなるんですけど、ね、こんな感じで打ったらどうなんでしょうか。ただ、まあこういうとこが引っ張り出しがね、残ってるので、まあわかんないですけど気持ち悪いんですよね、こんな感じで。どうさばくかわかんないですけど。実戦はかすんできまして、まあ、これはまあなんとかなりそうな感触はしますね。またここの2目も助けるっていうのがすごい頑張りですよね。なんか平凡ですと当ててね、カケツイぐらいでこの2目は捨てるというのが、まあ凡人というかの考えなんですが、これの石も助け出して、サインのぞきですよね。つなぐとこう沿われてしまいますので、3目取りながらしのいでしまいましたね。で、ここの逃げ出しの傷があるので、ちょっと一手ないと打ち切れないということでここに打ちましたが、また伸びがすごい手で、まだ狙ってるんですね。やっぱり人間じゃないので怖いとかっていう感覚はないですからね。やっぱり相当強みですよね、そこは。
手があればもうやっていくっていうことですから、人間だとねどうしても形勢が良かったら安全の道を進んでしまいがちですけど、はい、一応あのこの石とねこの石も一応切れたんですけど、またここから白を絶妙にさばくんですね、はい、まずこれを利かしておきまして、伸びも先手なんですね。こっちに打つとこう打たれまして、もうね押さえはもともと効かないですもんね、はい、でこうやってこれで全部取られてしまいますので、これは省けないです、はい、で桂馬、これもですね出切りはちょっと無理そうなんですよね形から見て、はい、なのでこっちの位置を取りに行きました。で桂馬を利かしまして、で取ってこれはあの捨てましたけど、今度この石を取りながらすごい巨大な陣になりましたので、これも白が成功した形ですね、はい、でまあ黒はもうこの石を取るかなんかしないといけない局面ですが、あっさりしのがれました。ただ絶芸は珍しくこの死活はちょっと見えてなかったらしいんですけど、まあ、捨てても勝ちという判断はあったみたいですね、うん、ここにね打つ手がいい手でこれ一応死んでるんですね、うん、これはまあ覚えておくといいですね。ここに石が来るとこの形はここまでいけるので死にです、はい、これにはこうね張っておきまして、このねつながってますんでね、この石とここが、はい、実戦も跳ねて反発したんですがつけて切れないんですねこの石は、はい、こことここが見合いで、はい、でまあ捨てることにしたんですが、うん、ここに回りまして、うん、これはちょっと黒足りない形勢なんですね、うん、ここ隅をね捨てても形勢に余裕があったということはだいぶ形勢にも余裕があったかなという感じがしますね、うん、いやすごい見事な勝ちっぷりで、まあディープ前後もこの後完敗だったと認めていますね、うん、このさばきからは非常に最強で最強のさばきで、はい、とても参考になった子ですね、うん、やっぱり相手の、ね、弱点を 見ながらさばくっていうのが一番しのぎやすいんですね、はい、じゃあこの後はこんな感じで終わりにしたいと思います。失礼します。